しっとりで学ぶくん、かたまなぶくん、おはようございます。おはようございます。お願いします。皆さんお元気ですか？ねえ、うん、元気？まなぶくん。私は元気です。うん、あの中華何、あの長年続く地域のね、はい、文化資源の保存活動なんかには中華は関わってますか？いやいや、ちょっとすごい、いや関わってない感がもう全体出てるでしょ。こらいやいや、やっぱりそうだったか。いや、やっぱり中華はお金に関することにはすぐ関わるのに。そんなことなんで文化資源の保存活動には関わらないんですか？いや、関わりたいっていうか、まだなんかなかなか接点ないじゃないですか。だからダメなんですよ。あ、そうか、なるほどね。今日はそういったことから中華さんにも郷土の文化財、はい、こちらのいろんなことを学んでいただきたいと思います。はい、ご覧ください。どうぞ。いや、どうぞでいいです。どうぞでいいです。今日は郷土文化財制度について調べなんてない。僕も有形文化財にしてお願いします。まなぶくんがやってきたのは文化政策課。案内をしてくれるのは埋蔵文化財の調査などを専門とする職員で、埴輪を発掘するのが夢と語る三好さんです。郷土文化財制度って何ね？学ぶも学ぶ。郷土文化財制度は地域で大切にされている文化資源を郷土文化財に認定し、地域の宝として検証することで、地域に住んでいる次世代を担う子どもたちをはじめ幅広い世代の市民が郷土への誇りと愛着を深めることで、後世への継承を行い、まちづくりへ生かすことを目的としています。説明が難しかね。平たく言うとどがんこつね。市役所や区役所が地域の皆さんが大切に守りながら継承してきた文化資源の魅力発信をお手伝いする制度です。対象はご覧のリストにすべて該当するものとなります。文化資源が成立してからおおむね50年以上が経過している。現在文化資源の保存、継承、啓発活動を団体で行っているなどの条件があります。具体的にはどんなものがあると？例えば神楽や獅子舞、やぶさめのような無形の文化資源を主に想定しています。もちろん条件をクリアすれば有形の文化資源も認定の対象になります。文化資源があるだけではなく、保存や継承への活動を団体で行っているものを認定し支援するという試みです。今までの文化財保護制度と何が違うとね？こっから私が説明します。突然誰ね？登場したのは古文書を読み解くのが三度のご飯よりも大好きな文化政策課の佐藤さんです。これまでの文化財保護制度とは大きく3つの違いがあります。1つ目は幅広い範囲をカバー、2つ目は緩やかな保護制度、3つ目は情報発信による活動支援です。認定されるとどぎゃんなると？認定証をお渡しし、郷土文化財を市のホームページ上で紹介したり、看板を設置したり、パンフレットを作成するなどして市内外に広く情報発信を行います。また活動団体の相談内容に応じて熊本市郷土文化財の保存・修理に助言を行います。お金はもらえんと？郷土文化財の保存・管理は認定される前と同様、所有者・活動団体による管理をお願いします。ただ保存や修理については所有者もしくは申請者の相談内容に応じて民間などの助成金を紹介いたします。郷土文化財の募集は随時受け付けますが、5月31日までに受け付けたものは第1回目の認定候補として取り扱います。ちなみに応募は活動団体からのみ受け付けています。対象となるか判断に迷う方もいると思いますので、応募する前にまず文化政策課にご相談ください。はい、なんで今回出演者が2人なんですか？かわいい。はい、そういうことですが、中華、はい、分かった？なんかね、こう取り組み的にはすごくこうちょっとこう入りづらい感じではあったんですけど、うん、まあ一応こうやっていろいろと説明を受けるとね、何かしらで私たちがこうなんか文化財守ったりできる方法があるんだなっていうのは分かりましたけどね。一番大事なことは、うん、
昔からあるそういう文化財をしっかり守っていって伝統を引き継いでいく、そういうことが今の日本には大事じゃないでしょうか。僕はそういうことを常に思ってます。すごいぞ。ということでまた来週。綺麗に締めた。素晴らしいですね。